水連族は、水連科に属する属の一つである。多年生の水草であり、地下茎から長い傭兵を伸ばし、水面に不水場を浮かべる。花は大型で水面上、または水上に抜け出て開花する。4枚の学片と多数の花弁、おしべ、1個のめしべを持ち、花弁の色は白色、黄色、赤色、紫色など。水連族は、世界中に分布し、50種ほどが知られる。 日本にはただ一種、羊草の実が自生する。様々な種が観賞用に栽培され、また多数の園芸品種が作出されている。園芸用の水蓮は温帯水蓮と熱帯水蓮に大別される。水蓮の名は本来は羊草の管名であるが、日本では水蓮族の水草の総称として用いられる。英名ではウォーターリリーと呼ばれるが、一部の種は ロータスとも呼ばれる。俗名のニンフヤは、水の妖精を意味するギリシア語の、ニュープシロンミューファイアルファアルファに由来する。1A 水連続は、地下茎から傭兵や花柄が伸びている1ビット。地下茎から傭兵と花柄が放射状に伸びている 1C 地下茎の断面単年生の不要植物であり、地下茎から根を張り、そこから長い傭兵が生じ、不水場が水面に浮かんでいる。 地下茎の発達程度は種によって異なり、無分子、または分子、短い地下茎が直立するものから、長い地下茎が、定例中を、横走するものまでいる。時に、補福枝による栄養繁殖が見られ、また地下茎の分断による栄養繁殖を行う種もいる。葉は水中に止まる沈水葉、または水上に突き出る中水葉であることもあるが、多くの葉は、 陽神が水面に浮かぶ不水場である。陽神の基部は深く切れ込んで心形、または矢尻形であるが、陽平が歯裏について縦状になっていることもある。歯炎は前炎、または虚子がある。洋脈は放射状、またはややう状。にある、不水用2ビット。不水用の裏面に C は外派は、内巻きに D 鎮水用に E 水連続の陽平横断面花は、 地下茎から生じた、長い花柄の先端に1個ずつ付き、水面、または水上へ抜け出て開花する。学編は4枚、しばしばかじまで残る宿、ありせいである。花弁は5枚から、多数、螺旋状、またはやや臨状に付く。色は白色、黄色、黄色、紫色、青色など。おしべは、多数、死亡側面につき。 外側のおしべはしばしば洋上で花びらと連続的。薬は内向、または側向き。時に薬角が突出する。心側は多数、臨生し、合着して一個のめしべを構成する。中等板を形成し、心側数の中等がある。中等の外側には、偽中等と呼ばれる突起があり、優勢期には内極して、中等を覆う。死亡は注意。 心側数の部屋に分かれている。面生バラ座であり、死亡室の内面全体に多数の胚周がつく。果実は水中で熟し、液化状、不規則に劣化し、種子を放出する。種子は球状から大円形、仮種比で覆われる。染色体の基本数は X イコール14。三衛災外輪に4枚の学編がある3ビット、外側のおしべの花糸は、 洋上 3C 花の中央に中等板がある 3D 死亡室内に多数の若い種子が見られる 3E 果実には有水がついていた跡がある4。西洋水蓮世界中の熱帯から温帯域に分布し、故障や緩やかな河川などに生育している。得意な環境として、ニーフやサーマラムはルワンダの温泉から報告されたが、自生地では土地開発によって2009年に絶滅した。 花は基本的に非生占塾であるが自家受粉を行う者も,もいる。開花時間は種によって異なり、昼間に開花する種と夜間に開花する種がいる。花の匂いは種によって無臭のものから強い匂いを持つものまである。特に夜間に開花する種は強い匂いを発し、主にカブトムシによって花粉媒介される。一方、昼間に開花する種は主に八目や早めに、 花粉媒介される。五、クロードモネ、スイレン、スイレンは美しい花を持つため、広く観賞用に栽培されており、また様々な栽培品種が作出されている。スイレンは古代エジプトの昔から人間の関心を引き、装飾に用いられたり、信仰の対象ともなっていた。クロードモネは、スイレンの絵を数多く描いたことが知られている。観賞用のスイレンは、 耐寒性の有無に基づいて、温帯水蓮と熱帯水蓮に大別されることが多い。温帯水蓮は、耐寒性があり、地下茎が直立、または横層。葉は、前縁、花は水面に浮かび、昼咲きである。主な原種として、西洋水蓮や匂い水蓮があり、羊草もしばしば後輩に用いられる。以下に、温帯水蓮の園芸品種の一部を示す。 温帯水蓮の園芸品種 6A、アーカンシェル6ビット、エスカボクル 6C、ジェームズ・ブライドン 6D をドラータスルフレア 6E、ピーチグロー熱帯水蓮は体感性がなく、地下系は海上で直立する。葉は巨種があるものが多く、花は水面から抜き出て咲く。昼咲きの種と夜咲きの種がある。主な原種として赤花水蓮や妊婦やカルラタがある。 生育に適した水温は、摂氏25度以上であり、摂氏15度以下になると生育できないため、冬には過温するか休眠させる必要がある。以下に、熱帯水蓮の園芸品種の一部を示す、熱帯水蓮の園芸品種 7A、アルバートグリーンバーグ7ビット、ミッドナイト 7C、ペルシアンライラック 7D、サザンチャーム 7E、レッドフレア、水蓮族としては、 羊草のみが自生していた日本に外国産水田の輸入が始まったのは明治時代である。アメリカ合衆国で園芸を学んだ河瀬春太郎が東京に開いた苗花園で30種以上を育てた。大正時代には同好会が作られるほど愛好者が増えた。二子玉川園の一部だった後藤ローズガーデンにも水田池があり運営母体である。 東急電鉄の鉄道駅にちなんで命名された品種も育成された。日本独自の品種は古史や太平洋戦争で耐えたものもある。水連続の種は広く栽培されているため、本来分布していない地域に帰化し、繁茂して環境の悪化や自生種の生育を阻害することが世界各地で報告されている。日本では水連の園芸種は生態系被害防止外来種の 重点対策外来種に指定されている。また、このような外来水蓮の除去が呼びかけられている地域も、ある。8. ルリ水泉の花は鎮静剤などに利用されていた、水連続のいくつかの種の地下系や洋兵果実、種子は、食用とされることがある。ただし水連続はアルカロイドを含んでいることがあり、食用とする際には全処理を必要とする。古代エジプトの頃から、 水蓮は生薬とされており、現在でも利用されることがある。古代エジプト文明はナイル川ー下半に花開いたが、ナイル川ー流域には、夜ザキ水蓮やルリ水蓮が生育しており、古くから人間に関わってきた。特に、ルリ水蓮は夜明けに開花することから、太陽神の誕生、再生、来世信仰と結びつき、様々な装飾に用いられた。また、マヤ文明でも、 人フやアンプラが様々な装飾に用いられていた。QA 手に、スイレンの花を持つ男 QB と、スイレンの台座上のツタンカーメンズを QC スイレンの、花型のカップ QD スイレンの花を表す、装飾品 QE 頭に、スイレンの花をつけたネフェルトゥム神 QF オー,ーターリリー、ジャガーを描いた、サラスイレン族は、金縁の候補ネ族や、バルクラヤ族、オニバス族、 大オニバス族と共に、水蓮化に分類される。水蓮化は、原生子植物の中では極めて初期に他と分かれた、寄部必植物の一群であることが明らかとなっている。水蓮化の中では、水蓮族は、オニバス族、大オニバス族に起源である。さらに、分子系統学的研究からは、オニバス族、大オニバス族が、系統的に水蓮族の中に含まれることが示唆、されている。 そのため、分類学的にオニバス族と、オオオニバス族に属する種を、水連続に含めることが提唱されている。またオンリネア族は、得意な花を持つため独立族とされていたが、系統的に水連続に含まれることが明らかとなっており、水連続に組み替えられた。水連続には50種ほどが知られ、5ア族に分類されている。ありがとうございます。